動画を上げてるんですけど、ここ紹介させてもらっていいですか？よろしいんですか？あ、全然、あの、そうですか、はい、いいですか？まあ、おべちゃんとかコマーシャル出してこてへんから助かんねんけど、ね、今私が泊まってる、お世話になってるキャンプ場の入り口で、その真横に名水百選に選ばれた、まあ、源泉があります。行ってみます。透明感、昨日ダダぶりでこの透明感が。で、ここの湧き水をそのキャンプ場で飲めるわけですよ、普通に。最高です。おばちゃんとこの前もおばちゃんとこだけ使ってる湧き水やから、だからあのちょっと調べた、あの飲み比べたら味が違う。切り出てる。昨晩はこの辺、この辺にテントを張ってたのかな。うん。でもちょっともう雨がやばかったんで、もうテントしまわせてもらって。小屋を借りました。だからもう安心かな、雨降っても。今もう川地下なんで、ちょっと氾濫されてもね困るから、もう安全牌打って、もう小屋借りました。うん、それが一番いい方法だろうと思いまして。
あの冬場もやってはるんですか。冬場みんな聞いてくれんねんけど、はい、おばちゃんからでも手に雪来んないんだよ。あかん、やっぱり。まあ、11月頃来はる人のためにストーブやらおこたえら置いてるんやけれどもね、うんうんうん、11月までくらい、まあね、11月12日、まだ快適に楽しめるけど、ね、3月ぐらいからやったの、うん、3月ぐらい、4ヶ月、5ヶ月休んで、うんうん、そうですよね、うん、